D トレーンはビバレールによって製造されるイギリスの鉄道車両シリーズである。1978年から1981年にかけてメトロキャメルによってロンドン地下鉄向けに製造された D78 型を改造したものであり、内装を改装した上で車体を再利用するほか、台車はワブテックが再整備したものにオーストリア製の三照交流誘導電動機を 取り付けたものである。試作車を含め、電気式機動車、蓄電池電車、ハイブリッド機動車、第3機乗式電車の4種類の動力方式で、これまでに製造もしくは発注されており、最大で75本の改造が可能である。2019年4月に、ウェストミッドランズトレインズの下で1本目が営業運転を開始した。1本目の試作車は3両編成の、 電気式機動車として製造され、2016年夏に完成した。最短で翌年にも営業運転が開始可能とされ、本線での試験を行った後、ロンドンミッドランドによって、コベントリーヌニートン線で営業運転を兼ねた試験が行われる予定だったが、火災事故の発生により中止された。この編成は2017年7月に開催された、レールライブ2017にて、 会場へのアクセス列車という形で初の営業運転を行った。2本目の試作車は2両編成の蓄電池電車として製造され2018年夏に完成した。2020年1月には試験の一環としてイギリス最長となる航続距離 64km を記録した。初の発注はウェストミッドランズトレーンズによるものでマーストンベール線向けに 電気式機動車タイプの230系2両編成3本が発注された。これらは2019年4月23日に営業運転を開始し、ロンドンノースウェスタンデールウェイのブランド名を用いている。150系及び153型を置き換えた。二つ目の発注は、トランスポートフォー、ウェールズレールサービスによるもので、ボーダーランズ線、コンビバレー線、 ノースウェールズコースト線、チェスタークルーカン向けに、ハイブリッド機動車タイプの230計算量、編成5本が発注された。サウスウェスタン・レールウェイは2019年に、ワイト島のアイランド線向けに、第3機常式電車タイプの484型2両、編成5本を発注したと発表した。置き換え対象の483型も同じく、元ロンドン地下鉄の車両であるが、 1938型がロンドン地下鉄の2つの車両規格のうち、小断面タイプに当たるのに対し D78 型は大断面タイプであるため、2020年から2021年にかけてアイランド線の改修工事が予定されている。ありがとうございます。